こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今日はブイゼルたちの一匹道やっていきたいと思います。そして写真館のお客さんは、お、博士だけがいる。いつもは図鑑用の記念記録写真撮るんですが、写真屋では記念写真を撮るのです。出会えた記念に僕とグッドな写真を撮りましょう。おお、なんか紹介、博士です。こんな感じでどうでしょう。博士単体でもいたんですね。テレ君と一緒に来てたのは以前もご紹介したんですけど、博士単体は今回初めてな気がします。ラフェ博士ってでも不思議な格好してますよね。翡翠地方って寒いわけじゃないけど頭ボンボンついてるし、もしかしたら寒いところ苦手なのかな。でもガラルにもアローラにも行ってるっていう感じの博士ですよね、確か。なんでだろう、謎です。すごく蝶ネクタイも謎です。それではフローゼルとブイゼル戦行ってみたいと思います。今回ブイゼルをレベル100にしました。なのでこの子で行ってみたいと思います。本当はね、親分個体の子探そうかなと思ったんですけど、親分個体がねなかなか出ないんですよね。一匹ね捕まえた子がいたんですけど、その子はですねこっちの門、覚えてる方も多いと思います。サブ任務の時に フローゼル大きいサイズ、あ、ブイゼルだね、ブイゼル大きいサイズにしなきゃいけなかったので、この子をお届けしたんですよね。並べるとわかるんですけど、はい、こんな感じ。親分ブイゼル私ここで使ってしまったので、過去ね1回だけしかね会ったことなかったはずなんですよね。なので私にはいません、残念なんですけど。そんな感じになっているので、とりあえず普通の子を用意しました。レベルもレベル100まで上げているので、これでなんとかなるのではと思います。では持ち技をねとりあえず確認しましょう。水タイプの技しか今覚えてない状態です。相手のポケモンが何かわからないんですけど、まあ、なんとなくですが草タイプとか電気タイプのポケモンが選抜されてくるのではと予想できますね。とりあえずやるだけやってみますか。勝てるかどうかは相手次第かなという感じです。ブイゼルの一匹道、わあ、あれ水タイプだ、鉄砲王。なんで、え、待って、この後オクタン出てくるっていうことですか。鉄砲王だったらオクタン出てくるってことですよね。どうやって勝つの。スピードスター、電光石火、電光石火をかけていくっていう感じでいいのかな。クワジェット、クワジェットかけてもしょうがないですよね。電光石火、力技、これで半分以上いけましたよ。あ、チャージビームだ。おお、来た、当たらなかった。え、このまま勝てるんじゃないですか。よし。あれあれあれ、ちょっと待って、次オクタンってことですよね、進化させた後。そういうことですよね。オクタン大丈夫でしょうか。ブイゼルのページに一匹道の証がつきました。よし、では進化させます。さっき一緒にいたフローゼルは親分個体ゲットをした子になります。親分個体のねフローゼルに関しては普通に黒曜の原野に毎回出てくれるのでゲットはしやすいんですけど、ブイゼルに関しては本当に出会いがない状態です。はい、通常個体のフローゼルです。
技確認しましょう。どちらにしろ今持っている技では足りないので、とりあえず確認します。お、結構あるじゃないですか。氷鋼ビルドアップしながらもありなのかな。冷凍パンチ、氷の牙、冷凍パンチ、ギガインパクト、破壊光線、冷凍ビーム、すごくなんとなく入れ替えをしようと思います。フローゼルもね、こういう言い方あれなんですけど意外と強いので、前半戦とか後半でもね、使い勝手はね、いいポケモンなんですよね。全部入れちゃった、まあ、とりあえず一回行ってみましょう。早技、力技は今ない状態なんですけど、多分オクタンだと思うんだけどな。進化後個体が相手じゃないっていう場合もあるので確認をしましょう。うわ、やっぱりオクタンか合ってましたね。あれ、レベル60に下がってる。ビルドアップかけてからの岩砕き、オクタン砲あ、でも煙幕に包まれるがあるからちょっと命中下がりますね。あ、お、入れてくれてる。あー、やっぱり当たらないか。全部オクタン砲なんだ。これずるいですよね。ビルドアップせっかくかけてるのに命中が3回に1回ぐらいかな。攻めの力が終わりました。これで当たれば。やっぱり当たらない狙いが定まらない。これもう完全に運ゲーじゃないですか。あともう一回、毎回毎回煙幕貼られるとね、辛いですよね。きた、え、普通に勝てた、えらい。さすがレベル100。はい、フローゼルのページにも証がつきました。いや、結構進めてきましたけど、まさかここで鉄砲王とオクタンが出てくるとは思わなかったです。証つきましたね。フローゼルに関してもなんですけど、ブイゼルもタスク埋め始めているんですが、あと2箇所残ってます。フローゼルは結構残ってるんで、早技とかね、打っとけばよかったかなって少し後悔しますね。ブイゼルはね、もしかしたらそのうち色違い出てくるかもしれないですね。頑張ります。ということで、今回はブイゼルとフローゼル戦一匹堂やってみました。この個体に関しては親分個体じゃなかったんですけど、100レベルまで多分上げなくても勝てましたね。80とかでもいけたんじゃないかなと思います。まだやってないっていう方は参考になれば嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!